皆さんこんばんは。ダンジョンクロールストーンスープ、このゲームですけれども日本語で解説をしておりました。今日もまたやっていきましょう。ドロピー、ディープエルフのファイアエレメンタリストオブベフメットとやってきますか。でアイテムを整えたんだな。前回は、宝物庫を無事にクリアしたと。でアイテム整えたというよりかはお店に買いに行ったんですね。この聖戦の剣はとりあえず置いときますよ。あ、そしてな、リジェネレーションを1個抜いたけれども耐性を完璧にしたんですね。で実はそのズホールの皮は透明し、シインビジブルも埋まるので、まあ、割といいだろうと。ちょっとまた考えるかもしれないけれども、とりあえずはこれでいこう。でスライマナに行くんだったらこのプロテクションフロムファイヤーを、レジストコロージョンに変えますか。今日はスライム穴に行きましょうか。それともゾットの領域先に行くか。いやスライム穴だな。順番としてはスライム穴だよな、うん、私なぜかゾットの領域行ってからスライム穴に行く傾向があるんだけど、順番的に言うとスライム穴が先ですよね。一応教育番組だからね。教育番組ってなんか偉そうかな。皆さんと一緒にこのゲームをどうやってクリアしていったらいいかっていうのをこう考えていきたいなと。私もなんかこう人に見せると意識するとなんとなくこう気合も入ってきますし、あとちゃんと調べますよね。これすごい大事だなと思って、なんか下手なこと言えないので、ウィキ、外国のウィキを見たりとか結構してます。で大体私はそそっかしいというか粗忽な人間で、大抵こうやって喋って調子こいて喋っていて、こう喋ってますね、調子こいて私が例によって。で喋ってるうちに、あれこれ本当に今喋ってること合ってるかなとか、だんだん不安になってきて後から調べるっていうことが結構あったりもするんですけど、まあお許しください。ではですね、今日はスライムピットに行きましょう。なるべくやるところで正しい情報を発信していこうと思いますが、何か間違ってることとか補足するべきこととかあったらお気軽にご投稿いただければと思います。インタラクティブに振る舞うことができるのがインターネットのいいところですよね。さてモンスターがいるが、うわーこれはもうチェーンライトニングだよな。お、もう音出るけどもしゃあないもんな。あ、来た来た、こいつ新しいモンスターロックスライムね。ファイヤーに耐性があると。で電撃とポイズンにも耐性があるんだが、なぜかこのビリビリ、こいつなぜか食らうね。電撃のこのなんだっけ、このライトニングボルトじゃなくて、すまん、チェインライトニング、なぜか電撃耐性あるやつにも食らうんだよね。多分電撃だけじゃなくて電撃からもたらされる衝撃みたいなものも入ってるんでしょう。さあスライム穴は道中アイテムもありませんのでとっとと降りてしまいましょう。こういう時はビリビリだな。連鎖してこうやって一網打尽にできるわけです。よいしょと、よいしょよいしょ。なぜかあいつ鈍足になったな。なんで鈍足になった、よくわかりません。ちょっと待てよ、なぜあいつ一瞬鈍足になったんだ、全くわかんないぞ。すげえ騒音が発生してるが、そんなこと知ったことないぜっつって、見つけ次第速攻で倒していきましょうモンスターを。あ、そうか、ズホールの川のせいだな。ズホールの皮の特殊能力で鈍足になります。そしてチェーンライトニングはチェーンになっていきますからね。見てくれ、これがいいよな、素晴らしいです。うわおりゃビリビリーと、完全にビリビリ動画になってるわ。よし、ファイアーエレメンタリストだった割に最近はすっかりビリビリ動画になっちまってる。まあ、しゃあねえな。意外とやっぱりね、ファイアーストームよりもこっちの方が使いやすい。そしてなんだなんだこれは。これはさすがに、イグニッションだな。ボーン。
いやいやいや、まあ、大魔術師みたくなってきてるね。ボボボーン。だいぶ死んだな。で、見てくれ。MP をな。ベフメット様様よ。敵モンスターを倒しまくっているので、MP は全回復してしまいました。素晴らしい。ビリビリビリ、ビリ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 なんか俺、決して若くないのにこんなノリで喋っていいのかなっていう、今思っちゃったんだけど、まあいいだろう。楽しくな、やっていくってことが大事だ。いや、ほんと俺このゲーム、なんか楽しいわ、やってて。ありがてえ、こういうゲームに出会えることが。出会いの、喜びがある。ちょっと、さすがにあれだから、ファイアストーム打ってみるか。ファイアストームさんに申し訳ねえっつって。強えな、やっぱファイアストームも。あ、間違った。ファイアストームじゃない方打っちゃった。ちょっと待って、これ結構汚い。やっぱり音発生すると、来るね。まずこう一発こっち側打っといて、うん、ちょっと変な変異つけられちゃったね。まあまあまあ仕方ないです。これはまあこうなります。インテリジェンス下がったけど大丈夫、大丈夫だね。インテリジェンス下がってきたら魔法の炎症影響ないかどうか見ておいてください。 MP 切れるぞ。これ切れたね。逃げます。ちょっとあんまり音うるさいのどうしようもないね、これ。あんま良くないね。すげえ音発生してるね、これ。知ったこっちゃないぜって。スライム穴はこんな音が発生するような場所じゃないんだろうね、普段は。ネバネバってしてるから、そんな音は発生しないんでしょ。よっと。あ、あれ？いつの間にかもう5階についちまった。どうする？もういいな、これ。うるさくていいや、別に。うるさいですね、つって。ちっちのちゃーんつって。言って、うるさいですねって言われても仕方ねえわ、これ。うん。よいしょと。逃げまーす。イエス。待ってよ、これ階段プレイするわ。ここでマジックマッピングを読んで、ちょっと離れてるとこあるな。仕方ねえな。もう一箇所の下り階段からも行ってみましょう。しかしあんなにバカ騒ぎしたのにロイヤルさんはいなかったですね。どっか隠れてんだろ。俺に恐れをなしてな。このドロピーに恐れをなして。武器屋の2階にでも隠れてるんでしょ。こんにゃろ。おりゃ。さ、そろそろこのバカ騒ぎした結果ロイヤルさんがいるような気がするんだが、そうでもねえな。あいつどこ行ったんだ本当に。あ、来た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 。よしよし。したらよ、これはさすがにお前、これ一発ボンって撃つだろ。もう一回撃つぞ。そいっつって。よしよしよし。で、こうなったらよ、こうなったらイグニッションよ。ボボボンって言ってな。これで中央にいるロイヤルを爆殺していく。イエス。で、もう一回、これはもうイグニッションだな。互いを互いで巻き込んで倒してもらいましょう。で、とどめで。あれ？バトルソフィア出しちゃった。バーン。死んだか？あ、死なねえな。大丈夫か？やべ、やべえな。ちょっと待ってよ。今完全に失敗したね。これファイアの耐性あるよね、こいつね。したらね、ポーションオブマジックを使ってもいいんだが、ここはあえて距離を取りましょう。ブリンキングでかわして、でこれはポーションオブマジック飲みましょう。ここはちょっとあんまり、まあ、今のもあんまりあれだな、先輩方に見せられないプレイだな。まあ仕方ねえわ。チェーンライトニング倒します。 MP がない。あ、じゃあこれはもう一回ここでブリンキングとピョーンとな。 OK。ブリンキングは臆面もなく使うっていうことが大事です。今みたいな感じでね。ちなみにブリンキングってまだありますか？あと4枚ね。ああ、なるほどな。まあまあまあって感じだな。
これゴルーン取ります？どうしましょうね。考えてます今私。ゴルーン取るかどうかね。取れなくはないと思うんだけど、これここまで行って死ぬのは嫌だなと。魔法職そんな得意じゃないから、ていうか魔法職の方が死にやすいと思うんだよね、あのアビスって。下手したらすぐ死ぬと思うんだ。だからあんまり行きたくないなって思ってるんだが、さあ敵モンスターを適当に片付けていってますが、今ビリビリ、ほんとビリビリ動画になってる完全に。さあここにこんな感じでアイテム庫と、あのオーブがあるんだが、オーブじゃない、ルーンがあるんだが、あ、ルーンあります？あ、あったあったあった、よし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 、これで4つ目っすな。マニュアルオブファイティング、悪くないね。今ファイティング伸ばしてるからね。ファイティング原田。よし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 。あといいアイテムありますか？ポーションオブキュアリングとかはかなり悪くないですね。なんでこのハルバード、割と悪くないね。ゲットしとこう。長い武器は苦手ですと。苦手だね。チェインメール、ワッカモール、こんなも強いのこれね。拾ってこい。ちょっと強くねえな、あんまり強くはなかった、ごめん。リングオブウィザードリーいらないね。スクロールソフトフェア、まあまあ。ダガーモーク、そしてああいいですね。こういうのいいでしょ。これ見てくれ、インテリジェンス5上がる。こういう武器があるとその魔法職としては非常にこういいわけですね。オッケーです。では獣の住処に戻りましょう。うん、4ルーンでもちろん脱出してもいいんだが、まあ見え張って5ルーン取りに行くか。いや、こういうね、見えが一番良くないんだよな。なんか何をやるにしてもこういう見えっ張りなことをすると、ここまでやってきて丁寧に説明してきた、まあ、自分なりに丁寧に説明してきたことが無になってしまうわけだ。せっかくさ、あとさ、こうちょっと個人的に取れ高的にさ、あの魔女っ子がムチ持ってると可愛いよねって話してたら、本当にいいムチ出てきてくれたってのは結構嬉しくて、これ死んだらさ、私お蔵入りにするんだよ。これ完全にお蔵入りにします。もうあの野菜のオクラ並みにお蔵入りしちゃうんです。だからまあさすがに4ルーンで脱出っていうことにしますか。ちょっと考えます。ただあのまあこんな、まずゾットの領域クリアしないと話にならんからな。そっから考えよう。でまずは、ファイヤーの体制を完全に埋めましょう。リングオブコロージョンと交代と。まあちょっと3のあれもあるから、ちょっと持ってくぞ。ていうかあれだな、これよく考えたらスタッフオブファイヤーすれば完璧なんじゃねえか。あ、違ったわ、ごめんスタッフオブファイヤーでこうなるわけか。2本か。で、あのさっきの斧で3本になるわけだな。はいはい、わかりましたよ。いいね。じゃあちょっとアイテム欄がパンパンだけど、まあいいか。ポリモーフとかこれ使わないぞ、もういいな。よし、じゃあこれでゾットの領域に行こうか。その前にちょっとアイテム見ておきましょう。うん、全然悪く、今回はアミュレットが出たね、たくさん。よかったです。うん、なんかファイヤーの体勢って、これな、結局これ。まあ、魔法防御下がるからな。うん、ただちょっとやっぱり魔女っ子が斧持ってんのはちょっとなっていう、俺の中での心があるからさ。まあ、魔女っ子が鈍器持つのもどうかなって思うけど、意外とあの聖職者が鈍器持ってたりするから、魔法使いが鈍器持つことは意外とあるかなって思うんだけど。まあちょっと似合わないよね。いいな、このグローブはちょっとワンチャン目があったけど、今回は出番なかったですね。コールドンの体勢立派にタッツホールの皮で立ちましたからね。ブーツな、ブーツ今隠密のブーツでこれやってます。アーマークラス18って非常に高いので、とりあえずねこれでいきましょうか。
あ、意外とアーティファクト出てこないね、このあたり。グローブ、帽子、まあブーツは出てるけど、バックラーもね。まあいいでしょ。じゃあもうちょっと多分時間あると思うので、今日はゾットの1階層目ぐらいを探索してみましょう。いよいよ3ルーン取って、4ルーン取ったのか、4ルーン取って中に入っていくぞ。まあただな、前回の動画もな、4ルーンだったんだよな、その魔法使いで降りた時はね。はあ、まあちょっとただこれ今大事なことをせっかくなので整理します。私は今結構いいアイテム、アイテムが結構出てるし、いい感じの体勢だから、5ルーン目以降も取っていこうと考えています。ただですね、死ぬ可能性がもちろんあるわけです。ここまで一生懸命やってきた、別に動画を撮ってるとか関係なくプレイして頑張ってきたわけですが、無理しないで4ルーンで脱出すればクリアです。5ルーン目以降チャレンジして途中で死んでしまったらクリアではない。なので、確実にちゃんとクリアしたっていうことを残すためには無理しないっていうことも大切ですね。こんな感じです。悩んでます。どっちにするかもうちょっと考えましょう。この最終面のゾットの空間を攻略してから考えてみようと思います。で、ここからはゾットの、領域の説明です。最終面ですから基本的にはもうマジックマッピングを読んじゃいます。こんな感じでね。で、戦っていくと。で、ただですね、ここあれなんですよね、入り口こうここにあって敵モンスターがいるわけですが、もちろん敵モンスターワンサカいるんです。それで触手の怪物もいますが、何回か言ってる通り、ここで騒音を発生させちゃうとめんどくさいことになりますよね。しっかり倒して切ります。騒音を発生させずに倒すと。シールドのスキル8、まあ、とりあえずいいだろう。ドッチングとファイティングを上げていくと。今変異は変なのがついてるな、インテリジェンスが下がってると。今エアーストライクとか、なんだっけ、アイロンショットで撃ってってます。アイロンショットでいいな。水晶槍を唱えてもいいんだろうけど、まあとりあえずはいいな。水晶槍、水晶槍な。ごめん、ちょっと待って、水晶槍覚えるわ。せっかくだからね。クリスタルってどういう、クリスタルってどういうスペルだっけ。わかんない。ダメだ、ダメだ、水晶槍だからクリスタルでしょ。クリスタルってどう、最初 C だろ、次は、次 R だろ、どうせこれで出てこないか。適当すぎんな。ごめんね。俺、英語がよくわかんないんだ。今はね、ネフティブの水晶槍っていうものが入ってる、魔法書を探そうとしてるんだが。ゴールドで探した方がよかったかな。ザ・ムーン、これか？わかんない。でもこれ立ち読みできるんだっけ、これで。できるな、多分。あったあった、これだ、これだ。CRYSTAR ね。スピアは SPEAR ね。はいはいはい。すいません。どこ行った？これだな、ザ・ムーンだな。わかりました。じゃあ、これを取りに行きましょう。必殺技です、水晶槍は。アイロンショットのさらに強いやつです。もう水晶の槍をね、相手の尻の穴の中にね、ぶち込むっていう、そういう魔法です。これ購入。よいしょと。で、水晶槍で、どうすか？水晶槍。旧魔法。あれ？あれ？
ちょっともう魔法書多すぎて、あ、これこれ八魔法だ、ごめん八魔法だわ。そして唱えられるね。オッケーオッケーオッケーです。じゃあ、魔法をアムネジアで忘れましょう。ほい、今使ってないやつを忘れましょう。うん、ブリンク、まあ使うかもしれない。絶対使わないやつを、メフティッククラウド、絶対使わないね。これは使わないわ、もう。あとね、ストーンアロー、これも絶対使わないわ。で、あとね、フリージングクラウドあたりでもね、もう使わなくなってくるんだよね。うん、ちょっと待てよ。そしたら、メヒティッククラウドだね、これで言うと。ちょっと待って、今さ、今魔法のスペルなんぼ4ね、4スペルスレフトで、水晶槍は8魔法なんだから4必要だな。4魔法とかないの？4魔法あったらそれ忘れればいいや。スティッキーフレーム、これはね、使う、まだは使います。イスケン、あーダメ。フリージングクラウド、あーダメ。エアストライク、あーダメ。そしたらよ、言ったらストーンアローか。ストーンアローを忘れて、ストーンアローをメフティッククラウドにするか。メフティッククラウドも忘れるぞ。もう相手を毒して混乱させるとかそういうレベルじゃないからね。ということで、これで水晶槍、レフディブの水晶槍、これは大魔法ですよ。よいしょと、覚えました。見てくれ。なんだ、割り当てられたボタンは G だな。ふーんつって、この水晶槍を撃っていくっていう、これ強敵にゴリゴリ当てていきましょう。ということで、ゾットの領域にもう一回行きましょう。あー、ちょっと待ってよ。ちょうどキリーからここで一旦やめるか。入ったところでやめときますか。まだまだ強敵がいそうな気がしますからね、ここ。やめとくか。じゃあ一旦切ります。ではまた、こっからゾットの領域、探訪していきましょう。失礼。